わかります。みんな私のせいにされる。結構現場行かれてますよね。行きました。だからあの本当にね、夕張炭鉱跡と、機会があったら1回で硫黄島やってみたいですよね。あ、硫黄島、はいはい、僕も行ってみたいんですよ。硫黄島行った人の話はかなりえぐいんで。どんなお話？あ、だからその地中レーダーってやってる人が、まあ、遺骨収集に、まあ、手伝いに行ったら、なんか夜寝てたら枕元に立って、どこどこに行ってくれと、おいら遺骨正体埋まってると。でそこどこどこ行ったら自衛隊の重機が来て、やっぱ同じ夢枕に立って石どかしたら遺骨正体分出てきた。あ、そういうのはあったし、あとはあの滑走路の下に4000ぐらい埋まってるとは言われてるです、はい、だから俺使えばこことここって出せるんだよね。全部だから牛島さん出てないから、もうピンポイントでここって俺出す自信ありますもん。ほら写真残ってるからエネルギーつかめるからここって出すんだ、うん、あそこ結構いろいろ残ってるみたいですよね。硫黄島だから行っちゃうと鬱になるとかね、いろんな話は聞くし、やっぱり知り合いがなんか、ちょっと仕事で、まあ、山みたいなのが一個あるんですね、釣り鉢山っていうのがあって、でそれはあの戦争中に、はい、米軍艦隊からの砲弾で形が変わったっていうぐらいすごい砲弾を受けた山があるんですよ。6メーター変わりましたね。そうですよね。でその上にあの例 の, あのこう旗持ってこう米兵がこう、うん、はい、わーって旗を立てるような像が立ってるんですけども、そこにこうまあ、一応慰霊でっていうのに持ってって、うん、そこで、まあ、お参りして、で帰ってくる来たんですけども、そう帰ってきた時に、帰ってくる時もう夕方になってきて、ずっと歩いてるで降りてくるんですけど、まあ、もう草木ほとんどないんですよ。で岩場のとこで岩場の陰から誰かがこうやって見てるんですって、うん、で日本人なんですって、うん、そうそうそう、で自衛隊の人だと思って、どうもって言ったら自衛隊の人が、そこ人いないですから、あの構わないで行きましょうって言うんですけど、えって言うんだけど、って言うんだけど、じっているんですって。あ、あの昼間いるって言ってた、うん、だからその父親の人が言うには、昼間パパがなんか旧日本兵が団体で歩いて、あ、ねえねえねえって、ああ当たり前ですからと、なんか相手されなかったって、うん、多分小林さん言ったらすごいんじゃないって。そうですよね。そしたらそれを、はいはい、まあ、インチキ臭い坊主が、はい、私の霊力で払えば払えるわけねえだこの場合はと思った払えないですよね。無理無理無理。そうですよね。本気出したら無理でしょうね、うん、1週間で潰れますね俺が。だから夕張炭鉱も見てみたいですけどね。あそこもすごいとか、いまだに鬼火が出るとか聞いてる、うん、1回テレビでやろうとしたんですよ。したらあの予算がないって言われて、うん、某なのに予算がないと言われて、ね、あそこ何年か前まで、まあ、2年ぐらい前まで、あの夕張炭鉱の、ね、上の方の部分だけ、あの夕張 の, その炭鉱博物館みたいな形で開放してたんですよね、はいはい、で僕らロケ行ったんですよ、はいはい、実はで、あのもう入れないですよ、もう営業してないんで、うん、そうそう、だけどあの最後のっていうので行ったんですよ。すごかったですよ。もうとにかくなんかね、幽霊もそうなんですけど、幽霊のなんか気配というかすごい怖い気配もあるんですけど、うん、あの何が怖いって、あそこその人形がこう動いてるんですよ、こうやってであの昔からの炭鉱のやつがあって、うん、そのつまり、おじいちゃん、あのおっさんとか2人が、そうあの母ちゃんそろそろ飯にすんべーとかって言いながらこう炭鉱を掘ってる時代から近代化になるまでのとこずっとあるんですけど、そこにこう人形に声が、テープの声がずっと流れてですね、おーどうすんべー何すんべーとかって言ってるんですけど、ああ、はあ、これあの夕張のその炭鉱のそのミュージアム作った時の市長さんの声なんですね。 あそうなの。でもうとっくに個人なんですよ、亡くなった方ですよ、うんうん、で亡くなった人の声がずっと誰もいない行動であっちこっちから聞こえるんですよ、どうすんべーとかって炭鉱のそろそろ上がるべーとかっていう声をしてて、そっから中から死んだ人の声、その人出たがりなんで、ほとんど声吹き込んでるんですよ。その死んだ人の声が誰もいない行動の中でずっとそこら中から響いてて、これはこれで怖いとかって思いながら、はい、行ったんですけど、僕ら行った時もそのあれを閉めるって時だったんで、一番奥の方から手前資料みたいなの並んでですね、で結構ね資料室のとか面白いのは、
あのね、石炭になってこんな巨大アンモナイトとかね、はい、結構展示してあるんですよ、はい、それが面白くてこう見ながら奥に行って、うん、で展示室の奥に行くと、まあ、今まではそれまでこうその坑道の中を実際に入ってもらってっていうルートだったんですけど、何を考えたかもう潰れかけてるので、その営業として、うん、あの電気代をこう節約しようとしたのか、うん、真っ暗探検とかっていうなんかイベントになってましてヘルメットにここにライトだけつけさせられて坑道内真っ暗になってるんですよ。でリアルに探検しようって言ってるんだけど、いやいやそれ節電してるだけだよねみたいな状態で、僕らこうもう営業停止のね半年もない、もう何ヶ月もないって時に行ったんですけど、そこずっと降りてたんですけど、いや怖い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 、いやだってなんかね本当に人の気配するんですよたくさん。だけどさっき言ったように途中まで僕らしかいないんですよ、いるわけないんですよ先にも後にも。でもなんかうわーって言いながら行くんです。でも北野さんとか北野真子さんと一緒だったんです。北野さんがうわーここすごいな、うわーとかって言ってるから全然気配消えるんですよね、うん、あかんなあかんなって言ってるんですけど、いやあの後ろがあかんですよ、後ろゲームはあかんですよとかと思うんですけど、あかんなあかんなとか。あの人見えないけどね、感じるのはすごいわ。そうですよね、下手なプロよりよっぽど見える、あの感じる。多分今いろんな人出てるけど彼ぐらい感じる人少ないんじゃないかな、うん、ね、結構あの人は感性はいい、ただ見えないだけ。そうですね、一番立ち悪いパターンですあのね、一番悪いところどんどん進んでいく人、あれ一番やばいんだよね、はい、でね本当にやばいところは、最近松原谷氏って、はい、松原谷氏っていう事故物件に住む芸人の後輩ができたんですね。後輩分が同じ事務所で、はいはい、そいつに行かせるんですよ。谷氏先行ってエイドって言うんですよエイドじゃないんですよね、自分が行きたくないんで行かないんですけど、うん、行ってエイドとかって言うんです。その彼生きてますよ。生きてます、生きてます。事故物件、あのね最近はねまた新しい事故物件見つけて、多分ねこっからねこの向こう側、はい、5分もしないところに借りてます今。新しいところできれば、はい、住ましてほしいです。え、いやいや、と有名なにあるあそこは相当死んでると言われてるんで、はい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 、あそこはもう出るっていう有名な、全く例がないカップルがあそこ入ってもう出てこっていう、もう靴脱げなかったっていうのを聞いてるんです。僕は動画でしか見たことないんですけど、動画で友人がそこでロケしたらば明らかにこことここいるよねっていうのは見た、うん、中入ったことないんです。あ、そうなんですか。今度一緒に一緒に それだからあそこ、はい、だからこういうのだし、はい、ちょっと行くとロシア大使館があるんで、はいはい、だからそれのっかもあるかなと思って。そうか、場所的なものもあるかもしれないですよね。確かに、そういろいろとあるんですよ。あんまりやめた、うん、そういうのがあって。でもそういえば、はい、小林さんといえば、はい、昔ちょっと硫黄島は、まあ、なんかちょっとさっき振ったのでちょこっとだけ言おうとしますと、はい、硫黄島の石っていうのを僕のところに今、うん、あ、ください。ね、ぜひ、はい、ちょっと初めなんかこう硫黄島の話をしてたら、硫黄島の石持ってるんであげますって言ってくれた子がいたんですよ。はいはいはい。そしたらその前それを越すようになぜか硫黄島の石が送られてきまして、はいはい、で結構手元にたまったんですよ硫黄島の。で硫黄島の石っていうのは非常に珍しくて、海岸線にある石なんですけども、うんうんうん、一応ね自衛隊とか日本の人たちは石粒一つ持ってきちゃいけないって、硫黄島から持ってきちゃいけないっていうふうに言われてるというふうに言われてるんですね。はい、はい、で一応自衛隊はまあ極力そういうふうにしてるのもあるんですけども、うん、その米兵は関係ないわけですよ。あそこ一応日米合同で使ってるんで米兵は関係ないわけですよ、はいはいはい、で実は硫黄島の島っていうのが、中性石っていう石で、はい、つまり、あそこ火山のてっぺんなんですね、はいはいはい、なので今もどん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 毎年隆起してるんですけども、うん、そこのその熱と高温とかでできる石って特殊な結晶化をして、透明なその結晶、まあ、水晶のまあ石みたいな感じの結晶だと思ってください。それと黒い結晶がこうクロスするように混じってるんですよ。で
固まってるんですね。でそれをうずら石って言うんですよ。うずらの背中みたいな感じに見えるので、でね、これがね、取れるのが世界中で硫黄島とスペインの一部なんです。でもスペインのは色が違うんで、厳密に言うと日本では、世界中で硫黄島しか取れないんですよ、その石。なんか三上さん好きそうだよね。そうなんですでもね、この間言ったら、そういうもんはね、君ね、ダメだよって言って、うん、ね、あの、ダメ。あ、そう、うん、それがだからあるんで、一粒ね、1500円くらいするんです。こんなぐらい落ちちゃうの。あ、そんな高いんだ。高いです。へえ、面白い。見てみたい。で、ちょっとね、今日はちょっとあれだったんですけども、今度、うん、だから、まあ、その松原谷志君とか竹書房とか、ちょっとこう一部にこう配ってるんですけど、一応ね、靖国のお守りの中に入れて一応渡すようにしてるんですね。あ、こうかね。そっかそっか一応気休め。あの、違うんですよ、もらう側が直に渡されるとすごく嫌がるんで、一応お守りの中入ってますからっていうと、意外とこう騙されてあっさりもらってくれる。あ、なるほどね。そうなんですよ。それで、まあ、一応硫黄島からは何一つ持ち出していけない、まあ、自衛隊にも実際そういう話があって、あの、あ、いや、自衛隊から聞いてください。はい、あの、持ち帰っちゃった人がいて、で帰りの船の中で、あの、出たんだそうです。で、まあ、船の中ってこうね、3段ベッドぐらいになったんですけど、ベッドの中ふっと目覚めたら、あの、誰かが自分のところこう立ってるんですってでどう見ても軍服が自衛隊の軍服じゃない、日本兵の軍服でゲートル巻いてるみたいな感じなんですよ。日本兵いると思って、うわ、なんでだろうなんでだろうと思ったら、その同じ、その、まあ、船室の中のやつがそれを持ってたのが分かって、ですぐにバレて、で、あの、東京に船が着いた時点でヘリコプターで戻されたって。その荷物だけ持ってきたもんだけ戻したっていう話が、やっぱ怖がった。そうですね。ところがです、うん、そんな話をしてる時に、うちにあるものが届きまして、それがね、硫黄島に咲いてる、あの、ある生えてる草が送られてきまして植木鉢に入って、はい、あのね、道路工事の連中が勝手に持ってきたらしいんですけど、事務所に置いといたら嫌なことが起きるから、西浦さんもらってくださいって送られてきたんですよ。もくり返せよですよね。お前ら行くんだろうみたいな、送り返せよなんですけど、うちに届きまして、今一応うちのベランダでこうすくすくと育ってます。すくすくとこう、はい、トラノオっていう種類の葉っぱらしいんですけども、はい、こんな葉っぱなんですけども、はい、すくすくと、はい。なんでね、今ね、あとね、あの、アリゾナの、はいはい、あの、化石の森公園っていうのがあるんですよ。はいはい、でそこはあのネイティブ、あの、アメリカンの聖地なんですけど、はい、そこにはね、有名なのはこれぐらいの木の化石がたくさん転がってるんですね、周りに。砂漠みたいなところに茶色いんですけども、それの石のかけらを持ってくると呪われるっていうような噂があって、で実際に、公園で遊んでて持って帰っちゃった人が不幸があって、それで管理事務所に送り返すことがしょっちゅうあるらしくて、管理事務所の中に山積みにその石が積んであって、で詫び状がね、壁一面に貼ってあるんですよ。すいません、こんなことがあったんでこれ返しますみたいな。いや、あの、某日本の某所の某石持ってくると仕事で金が上がるんです。え、そうなんですか、うん、いや、言えない。言えないんですか。言えない、引っかかっちゃうから法律に。あ、持ってこれない場所なんですか。持ってこられない、それ間違いない、間違いない、言えない今すげえ視線感じたよね。いや、あ、逆に僕はほら、あの、パワースポ発見してるんで、はい、あの、何箇所かここ間違いないなってのあるんですよ。で試して結構ね、効果あるところもあったし、だから いいの、都内の某公園の雑草持ってきたら仕事がいいもんね。あ、そうなんですか、うん、で前そこでパワースポ巡り僕たちやったら、ちょっと動きが遅い人がいて目立っちゃって、それで、あの、なんかそれ捕まっちゃいまして、これ何なんだこの草は、へえ、今度やったら潰しますよって、十何人捕まっちゃったの。私知らんかって思った。そうなんですね。いいところの、いいところは持ってくると思う。
僕は本当だからそのアリゾナの石も届けられちゃって、はい、今2個ぐらい持ってるんですけど、はい、だから僕はだから開運系は4、5箇所知ってますね。ああいいですね、本当やっぱ逆ですね、逆ですね、コレクションしてるものがねコレクションっておかしいですか、それをちょこっとこんな石みたいなの持ってきて、それをあのビニール袋入れてお財布の中僕入れたの、そのせいかなんとなく食えてるよね。あ素敵です ね